私が関わってきたマーケティングプロジェクトだと、私はやはりスポーツのマーケティングに関わりたいと思って会社にいたので、スポーツマーケティングを主に取り扱っていました。で大きなものだと2002年に日本でサッカーワールドカップが行われた時に、私もそのマーケティングのメンバーとして関わっていました。で日本においてそのワールドカップをどのように盛り上げるか。 だったりとか、まあ、ワールドカップだけじゃなくてもサッカーだったり女子サッカーだったりっていうのをどのように日本で盛り上げていくのかっていうようなことを考えながら、それを世の中にどのように見せるかっていうようなことを考えながらマーケティングの仕事をしていました。